飛ぶということはどうかなということでちょっと延期しております。もうなんか涙が出るので、あとはまあ身近なとこから情報をもらって、まあ、義援金のやっぱり節電とか、とか気をつけてはいますけど、それは知ってますあの気持ちの問題かなと思って何もできないからですね、だからそのくらいでもっていうことで、だからもう本当に買いだめをしないことぐらいしか今はできないのかなって思って、東京に選挙をしたい、今は福岡ですね、ちょっと今見合わせようかと相談中です。あ、この春ですか。はい、来週だったんですけどね、あの学校は行こうと思ったんですけど、ちょっと今東京も不安定みたいですね。はい、はあ、あの東京で就活やってた時に、その友達も被災してたの、してたので、そこでやっぱ心配になって連絡も取るようになったので、やっぱり震災の影響で転校が遅れたりとか、やっぱそういうのがありますね。はい、もう涙が出ますね、やっぱり見てたら、なんか家族を失われたとか、やっぱりお家の中とか、なんか私たちはこうしていいのかなっていうのはすごく強く、なんか私たちばっかりこの温かいね洋服着たりご飯食べたりしていいのかなって、すごく胸が痛いですね。やっぱり何もできない自分も悔しいし、なんかでも何かしないといけないって気持ちあるんですよ、そこには。で子供たちにももうなるべくセブンイレブンとかあるところで義援金を入れなさいっては子供娘に話してます。この先なんかちょっと落ち着いてきてボランティアの募集とかあったら行きたいと思って。あ、電気は無駄遣いしないようにしてます。あと実家が千葉なので里帰りというか帰省ができなくなります。どっか出かけようとかそういう気持ちにはならない、家にいて友達、あの子供たちを公園連れていくとか、その日常的なことだけで遠出をしようとか旅行しようとか、そういう気持ちにはちょっと慣れてないです。あちらお話を伺いましたが、今回の震災でいろんな思いをされた方多かったと思います。え、今日はスタジオに福岡市社会